佐藤輝明が10号ツーランで新人から4年連続の2桁本塁打。阪神の佐藤輝明内野手が6回に貴重な追加点となる10号ツーランを放った。これで新人から4年連続の2桁本塁打を達成した。虫一塁から久本の148キロを完璧に振り抜くと、打球は右翼席へ突き刺さった。スタンドは大歓声に包まれた中、表情を変えずにダイヤモンドを一周した佐藤輝。6日ヤクルト戦以来52打席ぶりの一発だ。1年目の21年に24本、22年に20本、23年に24本塁打を放っている。新人から4年連続の2桁本塁打は岡田彰布以来、球団史上3人目の快挙となった。オールスター以降は打撃好調で、得点圏打率も悪くない。佐藤派8、7以降は元に戻った感じだったけど、その前よりはマシ。近本、森下、佐藤、大山はよく働いている。中野が加わってくれれば。佐藤らしい豪快なホームランでよかったけど、正直言って10号は少ないよ。甲子園で何本か浜風に押し戻されてはいるが、本来なら倍の20号くらい打ってもらいたいところ。甲子園をホームにする左打者、昔のようにラッキーゾーンもない上に今年はボールも飛ばないと言われてる。そんな中での4年連続2桁ホームランは素晴らしい。評価すべき数字はちゃんと評価しないとね。なんやかんやあるけども、それでも入団から4年連続2桁ホームランはやっぱりすごいぞ。佐藤輝、ドラ1クリーンナップ2桁最高。残り試合は3試合に1本のペースで4年連続の20本以上になる。後半戦の佐藤輝の調子なら十分可能。奇跡の逆転優勝へ行け、佐藤輝。昨日今日と打撃陣が好調ですね。ヤクルト戦で勢いをつけて週末の広島戦へ向かってほしいですね。チーム打率今238、今年の最高。これからが楽しみ。今日の点差ならピッチャーと見た岡留め、漆払い出しても勝てそうです。佐藤輝はタイムリーエラーで西勇輝の自責点ゼロの敗戦投手にしたからお詫びなんだろう。広島戦でもお願いします。あと10本、3人目とは快挙だ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。